タミヤ24分の1スケール、トヨタセリカ WX2800GT です。このサイドのイラストは3面図になります。こちらがボディになります。ヘッドライトは、開閉式になっております。でこちらがシャーシのパーツです。でこれがタイヤとポリキャップとシャフトです。でこれがホイールです。これはメッキパーツになってます。でこれがガラスや、ライトのレンズ類です。これがその他の、内装や足回りの部品になります。でこのプラモデルにはちょっと分かりづらいですけど、ドライバー人形がセットされております。でこちらがちょっとデカールシートです。ちょっと紙が上にかかってるんで分かりづらいですけど、パーツは以上になります。でこちらが説明書です。こちらはあの車体の、解説がまず書いてあります。でこちらが、使用する塗料の種類と、あと、必要な工具類が書いてあります。でこちらシャーシからまず作っていきます。足回りとタイヤをセットしていき、で今度内装のシートとか、ダッシュボードとか取り付け、ドアの内側やドライバーディングを乗せていきます。で次にボディの製作になります。ライトは開閉するように確認しながら、作業してください。でここで窓ガラスをはめまして、先ほど作ったシャーシとセットしていき、あとは細かな、ライトや、バックミラー、そういったものをつけていきます。でこちらが塗装の、場所ですね。であとこちらが、これも注意書きや解説などが入っております。これで以上です。